ルリース&ジェントルメン、こんにちは、ゆうです。パープルアプリサクセスやっていきます。今回ですね、前回ね、爆速ストレート170キロ投手を作ったんですけど、コメントの方でね、前村のゼロボールのみでやってほしいというコメントがね、いただけたので、今回ねそれを作ってやっていきたいと思います。ちょっともう試合が1回戦地区大会始まるんですけど、今こんな感じですね。161キロで前村のゼロボールを獲得できました。はい。で、アイテムはですね、招き猫と、野球児の守りです。この野球児の守りがね、本当試合の鍵になってくるので、今回も頑張って勝っていきたいと思います。どこまでいけるかやります。海道学園高校でねやってます。波動高校の方はねちょっとキャンペーン終わってしまってちょっとできなかったので、はい、今回、海道学園高校で、育成していきたいと思います。で、この前波動高校でやったんですけどね、あれ良かったですね、キャンペーンので。キャンペーンが終わってしまってどこでやろうかなって ずっと考えてたんですよね。で、農金高校だと、まあ、急速にね全部電池振って集めてタッグ組んでとか考えたんですけど、冷静に考えると打線の援護がねなかなかないので、で、メジャーの、メジャーじゃなくて海道学園高校だったら、なんか打線もね、トシ君、草野、薬師寺とかいるからね、買ってくれるかなとか思ってね、ちょっと今回海道学園で やったんですよ。で、甲子園の決勝戦って多分ここの高校でやってた時が一番強いですよね。あのワールド高校が多分一番強いと思うんで、僕の中では。おお、危ね。はい、ワールド高校までね行きたいですね。で、勝ちたい。お、3点取ってくれるな、さすが。サッポナイスピッチ使います。 OK。 で、161キロですね今。なかなかね、うん、ブレイクスルーで球速4人とかね集まってくれてなかったので、あまりね上げれなかったです。オッケー。さあ勝ちたいね。これもね170キロどうしても作りたかったんですけどね、何回も何回もやり直したんですけどなかなかできなかった。で、今現時点で161キロだから最終的に170キロいけたらいいなとか思ってるんですけど、多分ね及ばないかもしれないです。頼むで。オッケー、うえ、どりゃー、よし。うん、爆速の時ってあのね、変化球いつも、僕スライダーとかチェンジアップとか作ってるんですけど、結構ピンチとか、まあ農金高校でやってるんですけど、まあ結構ピンチとか来て、このジャイロボールのみでもねちょっと結構ピンチがこの1回戦の時点で結構来てますね。で、爆速ストレートの時はあんまりピンチ来なかったですね。だから多分爆速ストレートが一番打ちにくいんかなって思いますね。自分が打者の時でも、木場くんのねストレートとか全然打てないので。 OK、 とりあえず無失点でね終えることができました。さあちょっとね、実はジャイロボールのことが欲しいんですよね。今伸び骨もまだ取っていない。で、ジャイロボールも取っていない。骨3っすね。で、重い球、怪物キュービもね、取りたいんですよ。で、イベント歴こんな感じです。前村、木場、五郎、北斗、暁の怒り守るで、須藤、レイトくん。この6人でやってるんですけど、もう、どうしたらね。まあ、技術ポイントがやっぱり不足するかなと思って今回ね、今回も北斗を入れてるんですけど、なかなか4人タックとかね3人タックの球速が来なくて悩んでます。さあ、いやー、これはどうしようかね。これはこっち行って筋力ポイントもらった方がいいかな。あー、マックスなってしまったね。さあ
で、ゴロを入れてるので、青春とやるんじゃなくてね。パワフル高校か。さあ、行きましょう。だって甲子園に出場できたら、怪物球威とジャイロボールはね、もう取っときたいかな。さあ、ピンチが来た。負けるわけにはいかんぞ、ほんま。第9位、初球。うわ、やばいやばい、まだだ、まだだ。オッケー。やばいぞ、これ。これやばいぞ。第9位、初球。オッケー、よし。よし。気迫を見せましたが、ここは。オッケー。オッケー、しかしピンチ。さあ、ウドちゃん。第9位、インコース低め、ストライク。いきなり156キロ。いいね。もう追い込んでいます。ちょっと釣ろうかな。第3球を外れたボール。ノーアウトなんで釣り玉で三振してくれたら OK。 空振り三振。このスバルが一番厄介かな。ストライク。いきなり158キロ。第2球、いいね。もうこのスピッチ使いましょう。投げました。 OK。 勝てるぞ、これ勝てるぞ。モブキャラの村上、これもう厄介やな。第9球、低め外角ストライク。相手チームに村上がいるか否かでもね、全然変わってくると思うんですけどね。よし、追い込んだ。簡単に追い込んでいます。ストレート、空振り三振。よし、このノーアウトのピンチ防いだぞ。オッケー、甲子園出場ですね。さすがカイドウ。カイドウ。オッケー、久しぶり。久しぶりにカイドウ枠にやってる。さあ、ここでびっくり来い。守るか。うん、こっち行きましょう。マインドブレーカーもね、ちょっと取得してるんですけど、コツをね。OK、ナイス、球速。で、敏捷ポイントがね、ちょっと上げ損ねて、取れない状況になってます、今。敏捷ポイント2ですね。さあ、もう怪物キウイ取っときます、ジャイロボルト。この1回戦は勝ちたいな。で、伸び骨、伸び骨欲しい。 OK、 伸び持ってる、行こう。伸び骨お願い。上、さあ1回戦行きましょう。なんか170キロいけそうな気がしないこともない。行きましょう。165キロジャイロボーラー。うえ、接戦やな、投手戦やん。うわ、嫌なバッターから始まる。肩越しにランナーがボール。ここ別にフォアボール出してもいいかな。カウントは2ボールノーストライク。お、オッケー。センター方向へ持っていきましたが、よしよし、これで2アウト。ちょっとコントロールがね、多分でーかな。第9、打ちました。なんと引っ掛けた。よし、アウト。なのでちょっとね、釣り玉とかも使いたいんですけど、怖いですね、高めのボールを振られてしまったら。第9、ミート C とはし、このピッチャーもね、なかなか嫌やな、バッターとしては。2球目空振り、重そうなストレート。第3球を、よし、ちょっと釣り球。あ、これ危ない、ナイスピッチ使おう。危ない危ない、ちょっとコントロールミスした。ランナー第9、なかなか振らへんな。第2球、外角低めいっぱい、ストライク。第3球は、よし、インコース低め、ストライク。バッター追い込まれました。ちょっとこの際どいボール投げてみよう。よし、オッケー。三振。ピンチを連続。さあ、味方点取ってほしいぞ。見送ってストライク。いきなり163キロ。うわ、嫌なバッティング。あぶね、回られると、あれ絶対2回戦以降やったら回られてるな。第9、アウトコース低めいっぱいストライク。いきなり161キロ。神経使うね。簡単にツーストライク追い込んだ。使います。オッケー。上、続く。ピンチ続く。第2球、ストレートはボール、わずかに外れました。カウントはワンボールワンストライクです。タッサン、これめっちゃ気使うわ。気使うわじゃないわ、あの神経使うわ。あ、タッサンおらんかった今日。さあ、第9、外角低いパイストライク。いきなり156キロ。2球目空振り、重そうなストレート。これもう三塁にランナーいるからナイスピッチ使うか。第3球、
オッケー。空振り三振、宮尾三球で仕留めて。頼むで味方打線。うえ、このワンアウト二塁ってめっちゃ嫌っすよね。第1球ストレート見送ってストライク、いきなり161キロ。うえ、コース低めいっぱいストライク、軽く追い込んでまいりました。1球外してボール、カウントは頼むで。いつもスリー玉引っかかるやろ。オッケー、高め空振り三振。第1球よし、ちょっとスリー玉扱うか。いきなり161キロ、ボール、カウントワンボールワンストライク。セカンドランナーチラッと見た。オッケー、第4球をよし、ストレート空振り三振。2者連続三振でピンチを。観念だけに観念してくれよ。1球目ストレート空振り、やばいぞこのワンアウト。これ防いだら1点取ってくれるかな。低めストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました。トシ君頼むで、打ってくれよ。投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。投球これから5球目。第6球をよし、三振。あ、このバッターがいっちゃん嫌いかな。第9球ストライク、膝元厳しい球でした。いきなり155キロ。よっしゃ、追い込んだぞ。棒玉を投げました、見送ってボール。棒玉を振ってくれずに済んだ。ボール2ストライク、ボール、カウントは2ボール2ストライク。次が5球目。オッケー、よし、さあもう頼むで、もう打線頼むで。宮尾ワンアウト頼むで、街道打線なんとか。負けるんかい。街道、せっかくね野球人の守り持ってきたのに、これは泣きそうだぜ。ということで今回もね抑えでやります。で、爆速の時は甲子園優勝しましたね。で、真由村ジャイロの時は1回戦で負けましたね。ってことは多分まあわからないですけど、結果論で言うとバックスノックの方がねやっぱ使えますね。さあここ伸び骨にしとこう。で、変化球は覚えません。いやーちょっと残念ながらね、はい、ちょっと1回戦で負けてしまったんですけど、 B マジか、査定は闇ですね相変わらず。はい、今回もねご視聴していただきまして本当にありがとうございました。またこの動画が良ければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、ちょっとね、残念でしたけど、またね、いいデッキ組めそうだったら、このデッキ、前村ジャイロボールでね、170キロも買いね、リベンジで目指していきたいと思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイシコー。